今日県内では新たに1932人の新型コロナウイルス感染と感染者5人の死亡が発表されました。新たに感染が確認されたのは、県発表の1222人と鹿児島市発表の710人の合わせて1932人です。先週の火曜日より359人減っていて、 一日あたりの感染者数は、二十日連続で前の週の同じ曜日を下回っています。また、感染者五人の死亡も発表され、死者の累計は五百人を超えました。県内では、一昨日時点で、病床使用率が四十四点二パーセントで。重症者用の病床使用率は、県の感染拡大の警戒基準のレベル二を下回り。 17.5%となっています。